どうも赤星赤崎瀬尾赤星マシマシTVというわけで今回はですね、はい、特別編というわけではないですけども、うん、ファミリーマートさんからですね、はい、冷凍麺類が出てるのでそれをちょっといただいて食べてみようという動画でございますね。来ましたか。ええ、まあ来ましたね。担々麺と極太つけ麺がメインなんですけども、まあ、ちょっと案件と言うべきでしょうか。ついに来ましたね。依頼を受けてということでございますね、で今回メインでご紹介する先ほどの担々麺とつけ麺以外にですね、はい、コンビニで買えるファミマで買えるこの、お惣菜お母さん食堂、はいはい、買いましたね。たくさんね、いろいろ試してみよう。そうなんですよ。これ担々麺なんですけども汁なし担々麺でレンジでチンするだけで簡単だな。これで完成ですね。簡単麺じゃないですか。簡単麺ですね。簡単麺ならんのもちっと簡単麺ってことで、ただつけ麺はですね、はい、つけ麺を温めるじゃないですか、はい、で一回ちょっと水で締めるという構成を、ね、はい、組んでくださいっていうのがオフィシャルの作り方ですね。なるほど。つけ麺ですからね。ただこれだけで着丼ですね。早っ。このようになりました。右と左でつけ麺、真ん中担々麺で、角煮メンマとおつまみチャーシューなどもつけ、卵黄はこれもファミマで買ってますよ、トリプルで出ております。贅沢だね。贅沢ですね。うわーうまそう。まずは担々麺から、ね、天下一武道会ぐらい飯食ってますね。並んでるけどね、山盛りのね、すごい並んで、はい、汁なし担々麺、こちらがですね、まあ、濃厚な旨辛ごまだれが非常にもちもちのこの麺と絡むですね、うん、ファミマが担々麺が抜きながらまナンバーワンなんですね。食べてやっぱうめえからな。うめえからね。結局ね。で付属しているこのですね、まあホワジャオ花椒入り唐辛子を全部入れる。これでね、まあシビ辛アクセントがめちゃくちゃいいという感じなんで、ね。味、う、変、ん。お好みでね、少し入れてもいい、多く入れてもいいって書いてあるんだよ。僕は全部派。なるほどね。全部派です。はい。まあ、ラー油エキス、凝縮されてこの肉のねそぼろの部分の汁が溢れてきてとてつもなく濃厚ですね、うん、という商品ですね、うん、あそう。へい、そして極太つけ麺、うん、いきますね。まさか冷凍でねつけ麺が食べれる日が来るとは。いやそんな日が来るとはね、まあ、直火で、まあ、香ばしく炙った焼き豚が入ってまして、うん、で魚介豚骨の醤油だれということで、うん、こちらがなんとナンバー2なんですね。あ、ナンバー1とナンバー2揃っちゃった。そうなんですよ。ワンツーを揃えますね。やっております。はい、まあこれね、冷凍食品とは思えないクオリティでしたよ本当に。パンチがすごい効いてましたね。イノキとババが、はい、まあプロレスで言うとね、まあ、それぐらいのビッグイベントであります、うん、これ。はい。でね、その周りを彩るこの豚角煮じゃん、うん、ね、つけ麺にも入ってるんですけども、うん、まあ、この肉厚ジューシーな角煮を合わせるとめっちゃおすすめですねこれね、うん、角煮タレがちょっとすごい強めなので、うん、あんまりつけ汁と混ぜすぎないようにした方がいいかもしれないですね、うん、こうつまみながらがいいと思います、うん、はい。まあ、むぐむぐ食感のメンマなんかもか、むぐむぐ食感おつまみメンマね。むぐむぐおつまみメンマですね。お酒欲しいなこれ。いやそうよ、おつまみセットだねこれマジ。さ、普通だったらビールも買うのかなやっぱりね。絶対買うなこれ。合いますよね。締めで麺だね、あ、なるほど。ニンニクで、ニンニクや、ニンニクは独自に合わせてここにですね、おい3つともいくの。3ついきます。はい、これいきます。これやりたかったんで、やっぱ濃厚さがね欲しいんで、さらにさらに。ちょっと画面黄色と赤しかねえじゃん。すごいですね、赤と黄色と。これドロッと加減もともとあるんですけども、うん、担々麺にはね、さらにそれを後ろから後押しする濃厚さが味わえるんでね、ぜひともやってみてください、うん、という、卵黄ニンニクですね、それからまあラー油、ニンニク、花椒の組み合わせがもういいバランスになってたんで、うん、はい、おすすめでございます。で、おつまみチャーシュー買っておりまして、ネギ塩的な味付けなんですけども、うん、これね、下にこうパスタがこう敷いてあるんですよ、うん、ちょっとしたラーメン感も味わえるとい う, そうなのかな。お弁当のパスタとかと一緒やね。まあまあでも麺的な分も楽しめる。そうこうしてるうちに担々麺は完食ですね、で最後追い込みなんですけども、まあ、味玉は本来おつまみ麺また合わさってて、うん、ちょっと塩気のある味玉となってますね、うん、やや塩気ね、でつけ麺なんと、まあ、ゆで後300入ってるんで、うん、その量をこの、レンチンだけで楽しめるのは素晴らしい。確かに。でまあ担々麺ね、あえて汁なししているんで、もちっと感が際立ってるよというのが、感想でございましたか、うん、ね。あ、これあることに気づきます。なんすか。ちょっとっ腹がねいっぱいなんでね、ちょっとこれはまあ今度食べますんで、ということで、ね、後ほど私食べました。どうでした、後ほど食べたんですけ ど言ってください。いやー、やっぱウェイパー効いてて美味しいねだろうな。
だろうよ。マシマシレビューとかもうね、麺量だけでいくんで85ですけども、多いですね。まあなんか残り汁とかで、ああいった前まで買ったおにぎりと、うん、漬け汁を合わせてね、食べても美味しいのかなと。買い物が楽しくなる。いや、めちゃめちゃ楽しいっすよ、本当に。でもこちら全国の、ファミリーマートさんで、まだまだ、買いますので、ぜひとも皆さんもお楽しみくださいませ。ごちそうさまでした。